染み抜き武田クリーニングの事例を紹介する動画です。はい、こちら婦人物のワイドパンツでございます。お色無地なんですけども、ご覧のようにたくさん黄色いテープが貼ってあって、お客様が指を刺してくださったところにですね、私がテープを貼ってマーキングをしたんですけども、そのテープの位置すべてシミです。すごい数ですね。一つ一つシミを取るというふうなことになりますと、非常にお時間がかかってしまうので、できれば全体処理で、全てのシミをやっつけたい、きれいにしたい。そうするとですね、一箇所一箇所シミ抜きしなくてもいいので、非常にお安くなるんですね。たくさんシミがあって、どんなに広範囲であっても全体処理できれいにあるんであれば、それは手間がかかりませんのでお安いです。当店のお見積もりの基準は全て作業時間を基準にしておりますので、時間が長くなれば長くなるほど高額になってしまうので、これだけたくさんシミがあって、それを全てきれいにするというふうなご要望であればですね、やっぱりできるだけ安くというふうなことで、なんとか全体処理できれいにしたいなと思うんですよ。でお客様いつ何をつけたかもわからないということなんですけども、見た感じですね、油染みのような感じで飲食に伴うシミなんじゃないかなと思うんですね。ちょっと目立つところ、大きいところこんな感じです。小さいところこんな感じで、一つ一つこう濡れたようなちょっと濃い色になってるんですね。素材がですね、ポリエステルとポリアセテートという化学繊維の、こちらです、はい、取り合わせ程度とポリエステルが混合されている素材ですね。ご洗濯表示はドライクリーニングになっております。でお客様実はその汚れを取りたいというふうなことで、おしゃれ着洗い用の洗剤で、クリーニングしたそうなんですけども、全く取れなかったというふうなことで入荷しております。お客様のご依頼によってこの動画が成り立っております。ご利用ありがとうございます。はい、ワイドパンツ仕上がりましたので状態を見ていただきたいと思います。たくさんあったシミなんですけども、一つ残らずきれいにすることができております。一番目立つところ、この辺にあったと思うんですけども、どこにあったのかわからないです。お客様が指さしてくださって私がマーキングしたんですが、この状態で見せるとですね、お客様ももうどこだっけ、どこにシミがあったんだっけっていうふうなことで、もう全くそのビフォーの状態のシミの位置っていうのを認識することができないと思います。それぐらい色の段差がなくなっておりますので、大丈夫でございますね。これからのシーズン快適に着用していただけるものと思います。時間、風合い、お色、すべて保っております。ご安心ください。ご利用ありがとうございます。詳しくは、染み抜き武田クリーニングで検索してください。